見えるってんだよ。そんな、あの壁は50メートルだぞ。やつだ。巨人だ。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。だから何としてでも勝つ、何としてでも生きる。うわなのは、あの気功衆、何か妙だ。17メートル以上あるのか。でかい。獣のような体毛で覆われている巨人など初めて見る。こちらに近づくでもなく、ああやって歩き回ってるあたり、気功衆に違いないのだろうが。よし、よく戻ってきた。ここで夜まで耐える必要はなさそうだな。狙った。そんな、まさか。
胸張って生きろよ。グリシャは巨人の力を持つ者だった。彼が何者なのかはわからないが、目的はレイス家が持つある力を奪うこと。グリシャが求めるその力とは、フリーダの中に宿る巨人の力だった。フリーダの巨人は全ての巨人の頂点に立つ存在、いわば無敵の力を持つ巨人だった。だがそれを使いこなすにはまだ経験が足りなかったようだ。フリーダは進化を発揮することなくグリシャに食われ、力は奪われてしまった。あの四足歩行型荷物を運ぶクラがある。先ほど一斉に巨人化したものではないな。だとすればあれが敵の石膏か。我々の接近にいち早く気づき、ライナーらに伝えたとするなら、あの四足歩行型の巨人も知性を持った巨人だ。いや、もっといてもおかしくない。あの巨人、荷物を、一体何が。ハイパー家の務め、ご立派でした。進撃をもろともしない戦鎚の勝利だ。